江戸様、吉見様がお待ちでございます。第一高速リフト乗り場までお越しくださいませ。ご来場のお客様に、二国交換、ワクワクファミリーランド、空港高輪テラスのご案内を申し上げます。本日、午後2時より、ワクワクファミリーランド横、特設広場におきまして、雪山に埋まった。気が冷たそうだね。このグローブ、びしょびしょみたい。
疲れてます。
おはようございます。非常に昨日までひどい天気だったのにこんなに晴れてくれまして、感激しきりです。今日はですね、ブラックダイヤモンドさんの、運営で、コース運営で、ネスカフェテレインパークを使いまして、カナダカップ開催させていただきます。カナダカップはですね、カナダ観光局、ウィスラースキー場、それからジャルバック、スパイダーサロモン、こういった協賛をいただきまして、今日はオープンクラスとそれから、ビギナークラスご招待する予定になっております。皆さんぜひ頑張って、もぎ取ってください。よろしくお願いします。どうも。拍手拍手。みんな体に行きたいか。声が小さい。体に行きたいか。さあその元気があれば取れるでしょう。それではですね、続きましてです。そしてブルーパスでスタンバイ OK、 苗場の足長おじさん、大野おいちゃん、いくぜ。 3,2,1 ゴー。さあまずはブルーパススタート。第1エアの脇を、さあ55歳が滑るぜ。さあ年を取ってもモグはできる。さあそして下山拓也、でっかいストリートエアで大野さん
スタンバイ OK はヤンチャマンケンタ第1話いくぜ3、2、1、ゴー。さあホームドリースタートしました。さあコタックに360。さあ市村海第2話コタックじゃないよ、スプリットイーグルですね。さあそしてブルーコース、セブンス。さあ大会前こんなんで大丈夫なんでしょうか。さあ行くぜ3、2、1、ゴー。さあお前らいちいち名前が長いぜ。さあ360レッドコース。さあブルーコースセカンドヘアでかいダフィーが入りきらなかったか。さあ先にブルーコースがフィニッシュ。さあレッドコースも飛ばしてただいまフィニッシュ。いくぜ3、2、1、ゴー。さあこれが世界の滑りだ。エベレストセアスの滑りを見せてくれ。さあ若き日を統一させる。さあフィニッシュ飛ばすんです。ただいまフィニッシュ。さあ皆さん拍手拍手。さあこれにて前奏の方終了したいと思います。さあカナダカップのバナーも届きました、バナーの裏の方、まあ目を細めればなんとか見えるぐらいに。さあカメラマンの方準備はよろしいですか。3回撮ります。2、1、ゴー。さあ大きなスプレッドイーグル当時選手。さあ第2エア選手はスプレッド綺麗に決まった。さあボトム選手を抑えてただいまフィニッシュ。はい、168番梅津健太選手 LG。 行くぜ3、2、1、ゴー。さあ梅津選手もうちの大会の常連さんとなっております。さあ大きなスープレットイーグル。さあミドルセクションなかなか抑えていい滑りだ。さあ第2エアツイスタースープレット。さあこらえてドライブフィニッシュ。シップレコースはその間にドライブフィニッシュ。37歳としては負けられない。さあ春も近づいてくるとこういう人が必ず一人出てきますね。さあ汚いものを見せながらただいまフィニッシュ。さあ本人ちょっとホップしてるんですかね。7番ね、弱い55歳神谷勇選手 LG。 期待しましたブルーコースビブナンバー168番梅津健太選手 LG。 いくぜ3、2、1、ゴー。さあ両者沖縄スープレッティングです。さあレッドコースがちょっと早いか。そしてブルーコースはスープレッドイーグル。さあまくってきたブルーコース、ただいまフィニッシュ。さあ差し込んだブルーコース、マイペースのレッドコースといったところでしょうか。さあジャッジの判定を見てみましょう。ジャッジホルダーブルーレッド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 。レッドコースは神谷勇選手勝ち上がりおめでとう。
55歳なんか残存が。そんなことでエネルギーを消耗してしまって。元気っす。
の人に多分明日体を動かない。グラブヘリ。ヘリできないのにどうしてグラブヘリなんだろう。